2008年アンダーセン空軍基地 B-2 墜落事故は2008年2月23日にアメリカ合衆国のグアムで発生した航空事故である。アンダーセン空軍基地から離陸した直後のノースロップグラマン B-2 が滑走路上に墜落した。乗員2人は緊急脱出を行い無事だったが、機体は全損扱いとなり B-2 発の機体損失となった。 推定損失は約14億 US ドルで史上最も損失の大きい墜落事故となった。1995年5月に撮影された事故起事故を起こしたノースロップグラマン B-2 はアメリカ空軍の第509爆撃航空団第393爆撃飛行隊に所属しており、総飛行時間は5100時間ほどだった。 二人の乗員は機体を立て直そうとしたが、主翼が滑走路に接触したため、射出座席により緊急脱出した。二人は無事であったが、機体は墜落後に炎上し、全損となった。この事故による、総損失は14億 US ドルと算出された。エアホースタイムスによると、機体には、軍需品などは積載されていなかった。空軍司令部の調査委員会によると、この B- には、 太平洋空軍で4ヶ月の任務を終え、ミズーリ州のホワイトマン空軍基地へ戻るところだった。また、調査委員会は機体には機密文書が積載されていたと述べた。二人の乗員はグアムの海軍病院へ搬送され、一人が入院した。事故調査が完了するまで前期の B-2 が飛行停止となった。また、事故期の直前に離陸した別の B-2 は、 アンダー戦空軍基地に引き返した。これにより、第2爆撃航空団の第96爆撃飛行隊に所属する6機のボーイング B-52 が B-2 の代替機材として配備された。第509爆撃航空団の司令官は、20機の B-2 すべてを一時的に飛行停止にし、事故調査を行った。司令官は、この処置をセーフティーポーズと言い,い、 B-2 の即時運用再開が求められた場合は、飛行を再開すると述べた。 B-2 は2008年4月15日から運用を再開した。調査により、事故機は駐機されていた際に激しい雨に遭遇していたことが判明した。この時の雨は機体のセンサーに侵入し、内部で凍結した。センサーから送信されるデータは、待機速度や高度の計算に用いられるが、内部で水分が凍結したために不正確なデータを送信した。 そのため、コックピットのディスプレイには誤った待機速度と迎え角が表示された。これにより、事故機はディスプレイの表示よりも12ノットほど遅い速度で離陸した。さらに離陸後、機体の飛行制御システムが自動的に機種を30度上げた。通常よりも遅い速度での離陸に加え、急激な機種上げが発生したため、待機速度は回復不能なまで低下した。 左主翼を滑走路に接触させながら機体は滑走路上に墜落し炎上した。ありがとうございます。